おはようございます。今日は6月18日金曜日、また今日から3日間、はい、前回の続きの内子駅から歩きたいと思います。で、もう今回の工程はもう本当1ヶ月ぐらい前からもうかなり、内容がハードで、もう相当計画した時点から結構こう緊張してたというか、なんかまあそういう、結構厳しい工程となっております。今日明日の2日間がで、まあ今日はとりあえずですね、始発でまた高松から内子駅までやってきて、8時35分から内子駅からスタートしまして、なんと41キロ先の、熊高原のど真ん中にあるお宿まで札所なしで歩く予定となっております。で、ご覧になってお分かりの通りですね、あいにくの一日雨という、もう素晴らしい、はい、まさにこう修行にふさわしい、はい、一日となっております。はいまあレジャーでね、行くのであれば当然ね、天気選んで行くんですけど、まあなんかこう行として行くので、まあもともと決めてた日が、天候が悪かったらやっぱりそこの日に行くべき理由が何かしらあるのではないかと思っております。はい、で今日はですね、その1日いつも30キロぐらいを目安に歩いてるんですけども、まあ、そこから10キロも多い上に、朝高松から始発できて、出発時間が結構遅いので、まあ本当過酷な感じです。時間が結構そもそもがもう夕暮れまでに着けばいいかなっていう、はい、感じなので、はい、だからまあどうかな、6時とか6時半ぐらいまで、日没ぐらいまでに着いてくれると着けばいいなと思ってます。なんか宿で夕食付きにしてるんで、あんまり遅いとちょっと迷惑かかっちゃうんで、はい、それぐらいまでに着けばいいなと、はい、思っております。はい、まあ札所参拝もなくて、雨の中おっさん方がひたすらカッパ着てブツブツ文句言いながら歩くだけなんで、まあこんなに見どころもないような、はい、一歩になるんじゃないかなと思っております。はい、まあとりあえず3日間初日なんで、はい、まあ内容はかなり過酷なんですけど、まあ本当に気合い入れて頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。一瞬の雲の切れ間にポンチョを脱いで走ります。はい、景色は相変わらずこんな感じです。ご飯食べたらまた雨が降り始めました。さあ、時刻は午後1時、残り22キロ。なんか謎の歌が放送が始まりました。
なんすかねこれ、3時の時報ですかねこれ。はい、なんかまあ景色パッと見全然変わんないですけど、とりあえずですね、国道33号線に入りました。で、今日の41キロの行程のうちもう残すところあと5キロほどになりました。はい、でここは、高知から松山に抜ける、まあ南北にねドーンと抜ける国道なんですけども、ここは前にですね、36不動霊場の歩き遍路やった時に、高知の最後の札所の17番総安禅寺から、愛媛最初の札所18番の浄土寺さんに行く途中に通った道です。はい、まあね、そこもきつかったんですよ。また概要欄貼っときますけど、だいたい100キロぐらいの道のりを3日かけて、四国山脈を南北に横断するという、はい、で、宿がねなくてですね、2日目か、2日目は野宿と、道の駅の公衆トイレの横で野宿したという、はい、大変いい思い出のある、はい、道ですね。はい、じゃああとはこの道沿いですね、あの宿も熊高原の市街地も、はい、なので、はい、ここを、はい、まだ北上してもうちょっと頑張りたいと思います。